もう長嶋さんというと私のイメージはこう昭和のスターって感じ。まあ、どっちかというと私は平成になってから成人したのでそうかそうですね、そうなんだ、ちょうど10か10違うんだよ。そうですね、でも変わらないよね。まあ10年大きいよまあ、ね、まあ外交安全保障は現実的に、内政は弱い者の味方でっていうね、中身は変わらないわけですけれども、はいはい、自民党という新たな枠組みに入ってと、再スタートをね、お互いにしてますので、やりがいありますよ、はい、やっぱりやろうと思ったことが実現できるよね。そういう意味ではお互いに顔色いいよね、はい、4年前と比較した時に、ね、責任感も重いと思うよ、じゃあその辺の話をしっかりしていきますので、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。